そう、ほら夢がいっぱい、夢がいっぱい。やります？あ、もう突然始まる感じ。やっちゃいます。行こう。こんにちは、くまみきです。リクエストがあったのでやりたいと思います。抜き打ち冷蔵庫チェック。イエーイ。本当に抜き打ちだね。ね、本当に何も準備してないよ。突然思い立って、思い立った。あー、やってみよう。やばいね。ちょっと待って、いっぱい家族いる。盛りだくさん。いっぱいいる。夫と子供が2人いそうな。いる、多分いる。ちょっと見当たらない。え、見えない？うん、いるかな。書いとこうか。イマジナリー旦那。やべ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 。というわけで、こちらがうちの冷蔵庫です。大きいね。大きいです。あの、なんで大きいかっていうと、まあいろんな動画で喋ってるけど、この前ね、あの Vlog でも喋ったけど、あの、とにかく一人暮らしはいろいろ食材が余るから、いっぱい入るのがいい、特に冷凍は。そして、あの、あれだね、私はあの動画で料理とかお菓子とか作ることもあるから、そういう時に結構途中のものを入れとくみたいな、作って置いといて次の日取るとかあるから、そういうのもあって大きいです。で、なんかいっぱい貼ってます。どっちもドアタイプね。いいよね、これ。いいよね、引っ越しても引っ越しても引っ越しても使える。いいよね。どんだけ引っ越すね。趣味引っ越し。趣味引っ越し。表はこんな感じです。いろんなポストカードを貼ってます。ポストカードとかシールとか。これさ、100均でさ、ホワイトボード買ったんださ、余ってるやつとか書いたのに消えなくなっちゃった。あ、アルコールつければ消える。アルコールで消えんの？消える、消える。消えますよ。そっか、やってみよう。ほんちゃん、ほんちゃん、食べ物があると聞いてやってまいりました。食べ物がこれから出てくると聞いて、もちゃんの食べ物じゃないんだけどな。もちゃんのも入ってるわ。あ、もらえるかもしれないよ、もちゃん。のめり込むよね。よし、やる？やろう。自分でやるって言っといて緊張するね。なんなん。はい、オープン。ただー、うおー、すんごい、すごい。絶対に一人暮らしではない。どっから行く？どっから行こう？どっから行く？ちょっと一回全体、一回全体。そんな、そんな感じです。そんな感じで。あ、でも野菜少なめね。今ちょっとね、食べてる。おー、偉い。よし、どこから行こう？どっから行こう？この辺は、あ、やばい。なんかいろいろ、あ、なんかお酒が出てきた。粉系は全部ここに入れてる。でも、ここはまあ、普通じゃん。まあ。ちょっと意識高いもの買ったけど、まだ開けてる。結構前に買ったんやけど。大丈夫？あ、3月まで大丈夫。あ、大丈夫。全然大丈夫。え、何に使って？おからパウダー。おからパウダー。パンケーキ。おー、そうだ、私バクバクックさんっていうチャンネルを見て、ほう、なんかよく使ってる気がして買ったんだ。じゃあそれを見ればいいのでは。使ってるっけ？なんか作ろうって思った。なんかね、記憶力。うん、何を作ろうかわかんないけど買った。まあでもおからパウダーはね、割と使いやすいものだと思う。え、使ってる？使ってない。スムージーとかに入れるんでもいいみたいな。へー、ちょっとおから苦手だからな。あ、そっか。うん。そうか。はーい。お酒が上に隠れてて。で、粉。あとは、この辺ソース。ソルト。あ、まあ、カレー、いる？いらない。いらないか。なんか矯正始めちゃったからさ、あれちょっと控えちゃって今これ食べれない状態。期限大丈夫？まだまだ大丈夫。まあルーなら平気やろ、スパイスだし。あと1年大丈夫。あ、じゃあ大丈夫。あ、これ便利。これ、何それ、全然手で見えません。本当だ、すごい説明下手な人。見てください、何にも見えない。ひどいね。これだよ、あの100均の。あ、粉、薄力粉入れて、これでファファファって振るやつ。これ便利。今から。今から。から。あ、今からね。からだ。イカロ。イカロ。イカロ。突然洗い物が出てくる。からのもの入れんじゃないよ。頑張れば出るんだよ。辛い。あとは、塩麹。あ、大好き塩麹。こら。踊らないの。ちょっと
週間ぐらいですか。あー惜しいね。惜しい惜しい。セーフじゃない、アウトなんだ。もうやだ。はい、はい、いきまーす。このキャッシュコーヒー。こっちゅーちゃん。こっちゅーちゃん。あ、これチュール。もじゃの。もじゃチュール。もじゃのはね、これと、あと最近これなんかインスタの広告に出てきて買った。最近インスタの広告で買いすぎじゃない？だってあの広告、私の心を射抜いてくる。心じゃないよ。何かをあれしてるんでしょう。なんかあれ、あれされてるの。あれされてる。ターゲティングされてるの。まんまと、まんまと買ってる。あとこれはもじゃの歯磨きガムみたいな、ね。うん。そうそうそう。あとは、これは絶対ないとダメ、私。あー。これ大好き。美味しいよね。これチャーハン作った昨日も。素晴らしい。素晴らしい。あとこれまだ、まだ買ったけど、あげてないけど、ベトナムの。あー、いい匂いのやつね。いい匂いのやつ。匂い、匂いを嗅ぐっていう。匂いでベトナム。匂いを嗅ぐっていうさ、あ、あ、うっ強かった。じゃあアロマ的に使おうかな。違う違う、絶対違う。強かったね。あとは、まあ、その辺ピピピピ一回閉めて開けて。お酒、お酒、炭酸、お酒、お酒、お酒ばっかり。そんな飲まないくせに激弱だもんね。一杯で真っ赤だからね。だから減らないんだよ。飲むんだけど減らないんだよ。味は好きなんだよ。いや羨ましいよ。コスパいいじゃん。コスパいいのよ。コスパがいい。張り直す。この辺のさ、100均グッズたちちゃんと活用されてる。そう、そうなの。これ全部100均。これとかいいよ、ね、これとか。これ使い方絶対違うけどね。これだけちょっと 最新できたやつだから。これも絶対こっちだよね。もう一個欲しいね、これね。ちょっと増えちゃった予想外に。で、こっち。あ、こっち。あ、こっちも100均グッズが。ほら、ほどほどの整理。でもすごい綺麗だよ。綺麗な方じゃない、うん、この大きさで、この感じは綺麗だと思う。綺麗な方じゃない。一番上が怪しいけど。怪しい。奥の方大丈夫かなって。オートミール。おいえ。おいえ、これも100均の入れ物。うんうんうん。これいい、これいい。そうだったかな。これ、ここへ行こう。まずここ。ででーん。ででーん。お菓子作りコーナー。イエーイ。大事よ。確認大事。お菓子作りってさ、そんな頻繁にやらないからさ、うん、あーってなるよね。そうなの。見つけてしまった。まあまあまあ、まあ、紹介しろって。確かに、ただの確認。ココアの結構冬は減るんだけど夏減らないね。アイスとかにしてみたいな。あ、なるほどね。アイス家で作る。アイス作る。さすが。はい、これはふるさと納税のサバ缶。缶詰って冷蔵なの？いや、なんか冷蔵庫が大きい分何でも入れちゃう。貯蓄庫的な。そう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 。確かにこの辺に置いてるより冷蔵庫に収まってた方がそうすっきりするってするか。そういう、そういう。あ、なるほどね。でも私サバ缶、特にこの水煮は冷たいまま食べるのが好き、うん、へえ。あと味噌と醤油か。これは別に冷たくなくてもどっちでもって感じ。うんうんうん、うん、冷やしてます。はーい。危ない。筋力、筋力頑張って。ダダンダダン。またサバ、また缶。サバ缶。でもサバ缶って寝かせた方が美味しいらしいよ。え、そうなの？で、なんかでやってる。味が染みる的なこと。うん、へえ。2023年まで。ああ、まあ缶詰だからね。缶詰、缶詰。でもほら油断してるとさ。そう、そうなの。そうなの、そうなの。あとコンビーフ。ね、すごいね、コンビーフって。うん。あと2年持つ。へえ。食べよう。無印の。無印の缶。これまだ食べてないやつある。それ買ったのすげえ前じゃない？すごい前なんだよね。開けなきゃ。開けな。大丈夫、期限は。うん、大丈夫だった。さすが缶詰。あ、何があっても大丈夫。そうだね。そうだ、そうだね。缶詰大事。大事。と、これはクラムチャウダー。クラムチャウダー美味しいんだよね。美味しいよね。あとこれさ、辛そうかもしれないと思ってまだ食べてない。何？アヒージョか。アヒージョ。あ、スリーコインズだっけ。あれ違うか。あ、カルディ、カルディ。あ、カルディか。うん、なんかレモンスコテイストってやつよく見たらね、うん、辛いみたいでね、怖くて。辛いものが食べれる人が来た時にみんなでつまみたいね。そうなの、そうだ。お客様よ。お客様よ。大事大事。続いて、続いて2段目。続いてはこれってどんくらい使えるのかな。あ、消臭。コーヒーの出がらし消臭。わかんない、よくわかんないで使ってる。それ生きてる？ね、これさ、もう開かない。開かない。開けないの。開けてみ。一生開かなくて。
ちょっとやってみようか。開く？開いた。でもその中も開けなきゃいけない。あれだね、砂糖がすごいんだね。開いた。ありがとう。言ってみるもんだね。開いた。じゃあ今日から飲むわ。飲める？あ、いい匂いするよ。本当？うん。いけるかな？いける気がする。昔つけたやつ。大丈夫じゃない？大丈夫かな？匂いは平気そう。じゃあこの夏で消費します。ありがとうございます。やっぱ。なんか人に言ってみるもんだ。よかったね。ビーン。ビーン。ザーサイ。閉めないの？生姜。辛そうで辛くないラー油。美味しいやつね。美味しいやつ。あ、セーフ。なんとか味噌。あ、それがあれだ。スリーコインズだ。スリーコインズ。ネギと生姜。おお。これすっごい臭い。臭いうまい。臭いものってうまいよね。そうなの。あ、これまだ使ってないやん。ジェノベーゼ大葉。あ、大葉。パスタ。パスタしなきゃ。歯につきそう。そうね。なんで増えちゃうんだろうね、こういうの。開けてないのたまにあって怖い。開いてから買おう。開いてから買えばいいのに。あ、1個。あ、あれですね。あんバター。あんバターのために。いや、本当はこっちが朝ごはんコーナー。あ、いや、入りきってなくて横に行ってるっていうやつね。これ便利よ、バターが。あ、それうちもある。切れる。こういう。いいよね、これ。これ便利よね。5グラムずつカットできるから。すごい便利よ。ジャム。ジャム。リンゴバター。こっちは食塩不使用バター。あ、いえ。おいえ。意外とよく使うから。よし、なんかこの辺はお菓子がいっぱいある。そうね、すぐ食べる系かな。すぐ食べる系ですね。これリンの。そうね、さっき入れた。リンのおすすめ。いつも食べてる。めっちゃ好き、大好き。本当美味しい。買ったけどマジ美味しい。本当美味しい。もう一時期毎日食べてたもん。あとは熱さまシート。あ、大事。大事、大事、大事。あ、これ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 、あれ、昨日の夜ご飯の残り。カルアンちゃんのレシピのさ。あの豆苗とトマトとベーコン。うちもよくやる。これ美味しいよね。これめっちゃ美味しい。これ大好き。これよく作る。なんかすぐできるしさ。そうそうそう、いいよね。大好き。週 2,3 ぐらいでやる。めっちゃやるじゃん。めっちゃやる。あとはこのクッキーが減らない。ピピピピ減らない。お菓子、お菓子。この辺はあの好きに食べてねコーナー。あとは、はい、納豆。納豆。チーズ。あと私味噌は絶対これ。贅沢に麹を使った甘みと深い旨みの生味噌麹美人。へえ。これ美味しい。これ好き。あのサイズも、あ、ね、ちっちゃめ。ちっちゃめで好き。よし、来年の3月確認する時間になって。味噌って別に賞味期限なくない？え、そうなの？発酵食品やろ。昔ね、カビ生えたことある。あ、それはダメだけど。ね、あとは野菜。いつも歩きの野菜たち。野菜たち。はい、はい。大きい系の野菜たち。大きい系の野菜たち。キャベツ。はい。キャベツ。キャベツオンリー。ここファンタジーで。魔界で、魔界。ここ糖質。糖質。糖質コーナー。ここ糖質コーナー。糖質室。ここは、あの、デザートとか、ワクワクする。そうだね。これ、ここに収まらない分分かっちゃいけないの。あ、なるほどね。そうなの。えらいえらい。え、結構入るけどな。ジャビーン。バナナ。おや。バナナ。それはまあいいでしょう。シナモンロール。ああ、パリするんですね。マリトッツォ。マリトッツォ。ベリーベリー。うん。これうまいね。え、うまいよね。これリンが買ってきたやつだけど。そう、それ、わしの。わしもこれ買いたいんだけど、うん、まだね、この、これ買っちゃったからね、買えないの。似てるの。うまいよね。うまい。あとは、あの、チーズがいっぱい入ってる。いいね。ここ、ほら、夢がいっぱい。夢がいっぱい。ここ開けたら気分が良くなる。そういうコーナーね。楽しそうで。ここからはみ出しちゃいけないからね。はい、そうね、うん。もうギリギリだからね。これ以上増やせないね。マリトッツォとシナモロール食べる結構場所が。あ、そうだね。また買う。確かに買うんだ。うふふじゃないの。楽しそう。はい、最後、最後ここ。一番大きい冷凍庫。いや、たくあん冷凍してみたんだけどさ、うん、大丈夫かな。大丈夫だよ。よかった。なんだ、この辺は解凍したらすぐ食べれるよみたいな。あ、いいね。ふるさと納税でゲットしたハンバーグと、うん、あとなんか海鮮丼的な、うんうん、なんかそういうやつ。ほう、早く食べなきゃ。食べな。うん。あとはなんか冷凍の野菜とか、うんうん、でしょ。なんか、なんか
雑なのよ紹介とは。卵卵冷凍すると、あの冷凍して一回また解凍するの、うん、そしたら白身だけ溶けて、うん、黄身がモニョンモニョンで濃厚な感じに、濃厚な感じで残ってめっちゃ美味しいから、それちょっとおつまみみたいな、あ、いや、ちょっと醤油垂らして大葉の上に、あ、うまい、乗せて、最高ですね、おしゃれな感じにし、しかも冷凍してさ、うん、溶かした何卵白さ、うんうん、メレンゲにしやすいよね。あ、そうなんだ。うん、早く泡立つ。普通になんか卵スープとかにして、あ、それもいいね、うんうんうん、まあ、無駄がないし美味しいしおしゃれだし、いいね、最高最高。というわけで期限が切れそうになったら速攻ぶち込むぶち込むあとはここは魚と肉のなんか冷凍、なんか肉、肉、鶏肉、もも肉とかね、こう分けて、えらいぞ、パンパンとか、あと米、米、米は炊いたら丸くしてここに入れる。いいね。そう、こんな、ちゃんとしてる、ちゃんとしてる、そう、最後すごい綺麗、ムカつくもうちゃんとちゃんと、うん、ちゃんとしてる、ちゃんとしてる、すごい。でも全然綺麗だよね、魔界のとこ以外はここそう、そこそこはまあギュイギュイしてたけど、ここは魔界4次元ポケット4次元ポケット開けてないとか氷だもんね。うん、意外とでもほら期限切れ少なかった、少なかったね、3つしかないよ、もっといっぱい出てくると思った。ちゃんとチェックしたらもっとあるでも1回やったじゃん前、ちょっと前に1回やったから、ちょっと平和が頼む、平和が頼まれただだだだ平和が頼まれた、頼まれもうダメだ、口が回らないっていう感じです。はい、はい、どうですか。まあいいでしょう、ね、いいんじゃない、いいでしょう。すごい、あとはちょっとあの買いすぎないようにって思ったね。えらいね、瓶が多い、瓶多いね瓶を消費していこうと思います。いや本当に家族がいる中身だったでしょ。うん、いたいたらいいね、そこにね。いや、ほんと作り置きするときも4人分ぐらい作っちゃうからね。あ、ね。そう。1人分ってさ、作るの難しいよね。そうなんだよね。逆に高くついたりするしね、1人分だとね。そうね。でも作って冷蔵してみたいな、翌日に持ち越してだから、うん、いいよすごく、いいよね、うん、なんか料理する回数はね、うん、ちょっと少なくて済むっていうね、うん、あ、そうだね、そうそうそう、なんだろうな何かを抱いてずっと言っちゃったねだりみたいなもし本当にいたとしたらやべえよ何こいつみたいなこいつら一体何なんていうたまにいるよたまにねたまにずっとお尻触ってるいがちいがちはい、というわけでリクエストだった冷蔵庫紹介でした割と綺麗だったね、抜き打ちの割にはね。ありがとうございます、素晴らしいと思います。本当に何も準備してないですね。とりあえず瓶が入って嬉しいです。よかったありがとうございます。というわけで今日の動画楽しんでいただけたら、ぜひグッドボタン、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。あの動画で日々消費してますので、他の動画も見てみてください。はい、というわけでご視聴ありがとうございました。バイバーイ。またリクエストあったらコメントください。